こんにちは、ヤスです。今回はアメリカの販売店のヴィンテージキングオーディオが、発表している今年2022年のアウトボードの人気ベスト10、これを見ながら、まあちょっと雑談という感じのゆるい回ですので、まあちょっと曲作りながらとかね、打ち込みながらとかでも、まあながら聞きしていただければと、ということで、今年最も人気だったアウトボードなんだろうと、はい、こいつかって感じですよね。ニーブ 1073LB500 シリーズのマイクプリアンプ、もうこいつはずっと人気だよね。もうずっと君臨してるよね。ニーブ系のものに関しては、まあルパートニーブさんはね、まあ、惜しまれつつもうなくなってしまいましたけれども、まあその彼の会社もあったりとか、まあ、当時一緒にこう開発してた人が、まあ、今どこにいるとかね、なんかこう会社がどうたらこうたらみたいになって、こうちょっといろいろ系統が分かれてるじゃないですか。でもやっぱみんなこのマーク好きなんですよね多分ね、僕の予想ですけどね、やっぱりね、みんなこのマークとね、このロゴとね、このノブ、きっとね、なんか惹かれるものがあるんですよね。で、まあその音はどうこうっていうか、もう良し悪しというか、このクラスは本当にもう好みだったりとか、あとまあソースだよね、使い道によって合う合わない、っていうのがあるから、まあもうそれによりけりだと思うんですよね。まあそんな中でもこいつは常にトップに顔を出してくるというやつだよね。まああと EQ とか、コンプだったか、まあ、シリーズでね、まあ、3本シリーズであるんですけど、こいつだけは常に顔を出してますね。すごい人気。いくらぐらいだっけな、1300ドルぐらいだっけ。あ、違った、あれ1000ドル切ってたっけ。あ、そんな安かったっけ。あ、そっか、でも3本シリーズで、まあ大体みんなこんな価格帯だったかね。あ、そうだね、これはちょっと興味あるんだよね、 EQ。 お手頃だよね、1000ドル切ってるってなったらね。で、多分もうブラックフライデー終わった、ブラックフライデーだったらもうちょいなんか 10% 引きぐらいとかは多分されてると思うから、まあ、もっと安く買えるよね。まあ本当に、なんか誰でも手出せるみたいなね、出しやすいって感じの価格帯で、まあよく出してくれてるよね。まあそういうこともあり、このロゴの魔力もありと思うんですが、まあ一番ということですね。一番人気で、2番が、まあ、なんとっていうか、まあ意外っちゃ意外だけど、まあ評判いいのは聞くから、まあそうなのかなという感じなんですけどね、 SSL の6の500シリーズね。これもともと6でここでなんかちっちゃいタクが出てて、でそれがちょっと話題になってね、火がつきましたけれども、まあ一部こだわり持ってる人には確かなんかケチつけたいくなるようなところあったような気がするんだけど、でも総じて評判いいよね、っていうようなのを聞きますね。で、まあだからかその後でっかいタグも出たしね、ビッグシックスかなんか名前が単純で分かりやすくていいけどねビッグシックスが出てね、でまあ500もお金出て2番人気ですね。すごいね、なんか意外っちゃ意外な感じだけど、こんな安かったっけちょっと待って、あれ、嘘でしょ。でも200ドルオフか今。これはさ、今買いじゃない、これ300ドルで買えんだ。でも引かれてなくても元値でも十分安いよね、500ドルで。まあ、ちょっとこの価格設定がかなり大きな要因じゃないですかね、2番に食い込んでるっていうのは。手出しやすいことこの上ないもんね。でセールで200ドルも引かれてたら、まあそりゃ買うかね。ちょっと価格でびっくりですよね。6の方は20万台、20万円台ぐらいでしたっけ、25、6万
ぐらいでしたっけ、ビッグシックスはもっとなんか高かったね、40万50万そう忘れちゃったけど、うん、ということでまあ同じく2番も500シリーズ、3番手はもうこいつはいつもいるからもう昔からもうスルーしますか。でまあ4番手にルパートニープデザインズのシェルフォードはなんかこう 見た目いいよね、あの最初に出た時のさ、あのこう縦型の500シリーズじゃないんだけどさ、独自の規格ので、あ、木箱に入ってるやつ、木枠のケースに入ってるやつでさ、あれがなかなかビビビッとくるねデザインで、まあ、素晴らしいなって感じでしたけどね、うん、まあラック用のもね、あの種類出ててなかなか評判いいよね、ずっといいよね、まあ、うちはルパートニーブさんのはダイオードブリッジコンプレッサーの535とあと電源を導入してますけどね、すごく気に入って使ってますよ、うん、でもシェルフォードはすごい人気あるよ ね、うん、ね、でまあ4が4番手 で5番手がまあこの青いやつね、うん、まあ、プラグインなんかでもあの出てるしね、ソフチューブも出してるか、あの値段下がんないよねセールでせいぜい半額ぐらいまでしか下がんないけど、元が高いからさ高いよねって、うん、チューブテク、まあこいつももう常に人気あるもんね、うん、言ってて、うん、でもまあこういう人気あるやつ、すごい高級機材なんかでもさ、やっぱり分かってる人、使い方が分かってる人が使わないと本当意味ないなって痛感したことが前あって、まあ、ちょっと分からないように一応名前は伏せますけど、まあ、どこぞの販売店でなんか音源 の反則として、その店員さんがこうデモを作ったのをサイトで公表してたんですよ。 でこれを作るにあたっていろんなこんな機材使っていますみたいな、でなその一覧の中にこれが入ってたんでね、だからなかなか高級機を使って作ってたんですよね。ところがまあそのデモがね、うーんってような感じのまああの販売店の店員さんはやっぱ制作のエキスパートではないので、ああいうのはちゃんと発注した方が反則になるよねって思いましたね。あれじゃあなんか営業妨害じゃねえかなって思ったことがあったんですけど、だから結局いくら高いいい機材使ってても使い方分かってる人が使わないと意味がないよねっていうね、まあ、ちょっとそういうのは販売店の店員さんが作ったデモを聞いて本当に痛感しましたね。あ、自分も勉強しなきゃなと思いましたね機材を持ってるだけでなんかできる気分になってる場合じゃねえっていうね、うん、っていう、まあこいつももう根強い人気、青のやつね、こいつが5番手、うん、でね、6番手がこいつクラウンボンオーディオの関連500シリーズのマイクプリアンプということで、こいつはね、僕ねちょっと前から気にはなってたんですよね。で、あのね、安いんですよ、ほら定価で350ドルだからね、もっそ安いんで、まあ、はっきり言ってあんまりクオリティは期待しない方がいいよなとかとは思いつつ、デモの動画なんか見ると特にね、このね、モジョっていうシステムがあって、で、まあ、これはいわゆる歪みをハーモニクスのセクションなんですけど、これの負荷具合が割とこう低域がブワッとこう出てくる系と、高域がシャシャッとこう出てくる系とね、がスタイルがあって、でまあ聞いた感じなかなかいい感じも受けるので、その辺が受けてんのかなっていう感じで、まああと価格もあるしね。ただね、なんかね、安っぽくも聞こえるんだよね。いや、なんかクリーミーでよくも聞こえるし、安っぽくも聞こえるし、もうちょっとデモじゃもう分かんないなと思って、その辺判断つきかねてるところなんですよね。実際使ってみないとなっていうところなんで、まあこの値段だったら外しても勉強代としてはいいよね、笑って見過ごせるというかで、まあちょっとこのデザイン的にも他にない感じのデザインで、うん、
まあ結構いいんじゃないかなって感じでね。でまあ前にあのハインピーダースの入り口くっついてるから、まあだからギタリストなんかがランチボックスに1個買うとかそんな感じで手出しやすいと思うんだよね。でそういうこともあって多分ランクインしてるんじゃないかなと思うんだよね。うん、ということでまあだから色付けをハーモニクスのツールとしても使ってみるっていうのもちょっと専用としてねもう導入するっていうのもなかなか面白そうだなっていう機材がまあなんと6位なんでね、うん、安いよね。あこいつももうあのもういつもなんかいるよね、顔出してますよね、はい。で、あまあこいつも同じくだよね。まあパルテック EQP500X500 シリーズのイコライザー、このさこのデザインたまらないよね。あのなんかどこ触っても気持ちよさそうな感じするじゃないですか。なんかつるっとぷゆぷよなんかぷよぷよした感じというか、なんか触るだけで気持ちよさそうだよね。この武骨なんのこうなんか可愛げはないというか、媚びを売ってない感じだけどなんか可愛がりたくなるみたいなね、なんかちょっとこう触りまくりたいみたいな、うん、そんな感じのデザインが最高ですよね。うん、500シリーズで、まあ、この辺で普通だよね。あの、まあ、普通の価格というか、うん、1本、まあ、これぐらいしていた方がなんかこう精神遠征上いいというか安心できるというかね、うん、1本ねこれぐらいで、まあ、あそうだいいんじゃないって感じだよね。で、まあ、それは8位で、9位はマーグの EQ4、 こいつも長いよね本当に。まあ本当この間も話したけどさ、あのオーディオプラグインディーズじゃなくてなんだっけ、プラグインアライアンスか、アライアンスのセールの時に話しましたけれども、マーグの EQ4 なかなか評判ずっと良くて、でハードウェアの方もこれも1000ドル切ってんだよねぐらいの価格、あの価格帯でこっちのね今84ドルオフ、84ドルしかオフしてくれないっていう、まあ、つまり売れてんだよねもうこの価格で十分売れてるってことだろうね、うん、のでまあこの価格での割にはすごくなんか評判いい感じでね、コスパいい感がすごいいいんじゃないのっていうね、なかなかあの原音にはあんまり味付けなくいい感じで出してくれるっていう。で、まあ、10位最後シャドウヒルズのモノガマ500シリーズマイクプリアンプ、こいつ、まあ、シャドウヒルズは1600ドルぐらいだっけ、あ違った1200ドルぐらいか、日本円で16万ぐらいか、うん、シャドウヒルズのマイクプリアンプこれあの変えられんだよね、確かそのニッケルディスクリートスティールでね。でもこのここでまあとりあえず味付け選べるという感じでいろいろ使い勝手よろしいんじゃないかなということで人気あんのかな。シャドウヒルズはコンプレッサーだったっけね、2ユニットかなんか使ってやるやつとかあったけどね、あの辺はちょっと興味あるんだけどね。あこれ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 なかなか興味深い見た目も素晴らしいよね。とで、うん、マイクプリアンプが10位と最後に出てきたね。こうしてみるとマイクプリアンプが1個2個、うん、3個か、まあちょっとでチャンネルストリップが2個、 EQ が4個か、 EQ が4つ入ってでコンプレッサー、うん、が2つという感じで入ってきてますね。まあこれ見るとさやっぱり前もこのランキング見ながら言ったけど確か500シリーズはやっぱ強かったよね、うん、やっぱアメリカ本当に500シリーズがもうずっと何年も流行っててすごい盛況だというのはよく伺いますよね。日本はまだなんていうか、うん、流行らずにずっとくすぶってるようなイメージですかね日本はね割ね。でもこういうランチボックスはあのギターやってる人とかだとやっぱこう1本ずつ買って済むじゃないですか、モノラルで1本で済むので、だからあの曲作りで使うとかってなるとまあ基本2本買いになるよね日本買いになるから、まあ値段もコストも倍になるので
まあちょっとあの導入も普通はね大変になってくると思うんですけど、まあ多分ギター弾いてる人は1本ずつ買うとかいうのはねこの辺多そうだよね。もう価格安かったしね。でスタジオ、あのそのアメリカのスタジオとか商業スタジオとかさ、やっぱ見るとさ、あのもう何十本とかずらーっとか並んでるじゃないですか。ラックに収まってこう500シリーズか500シリーズでね。だから大量に買うんだろうね、うん、っていうこともあるからやっぱりランキング、うん、入ってくるんだろうね。でもうハードウェアやっぱりでかいラックのとなるともう定番のこういうのがランクインしてくるだけっていう感じになってくるんだね、うん、500シリーズ皆さんどうですかね。あのお手軽でいいですよ。うちももちろんありますけれども、あの本当にそういえばプライベートスタジオ、うん、とは言わないまでも個人宅で例えば宅録していくっていう人にとってもすごく小スペースで使い勝手いいので、あの本当おすすめします。うん、という感じで、まあまたこいつかよっていう感じのね、あの売上今年2022年の1番、NIV1073LB でした。ということで雑談終わります。よろしければ高評価チャンネル登録お願いします。ご覧いただきありがとうございました。でした。ではまた。